空間、美味しいもの見つけたの時間がやってまいりましたよ。はい、今日は島の浦町、はい、こちら延岡市島の浦町にやってまいりました。はい、今日のブリレポはなんと堤防ブリに挑戦ということで、はい、今回はブリナビゲーターの福谷翔司さんをまたお呼びいたしました。はい、今回はどんな魚が釣れるか楽しみですね。はい、私もこの魚釣りのウェアでやってまいりました。かわいいですか。はい、ありがとうございます。はい、それで、まあ、今からレポートしていきたいと思います。それではレッツゴー。はい、今回の釣りナビゲーターの福谷翔司さんです。おはようございます。おはようございます。はい、今日はですね、初心者編ということで、初心者に分かりやすい釣りの釣り方をお願いいたします。まず、あの、巻き餌、今日はまあ深瀬釣りをするんですけど、深瀬釣り、はい、の巻き餌ですね。あの、巻き餌を巻いて、はい、魚を寄せるっていう釣り方ですけど、この餌の、大体のオーソドックスな作り方、まあ、人それぞれですけど、はい、あの作り方をですね、はい、まず初心者の方に餌を、どういう餌があるのかをあのお願いします。まあ、結構量を使うんでですね、はい、今回あのこれはまずパン粉ですね。あ、うん、パン粉をまず、はい、まあ、適量に入れまして、パン粉、はい、次に、はい、この就業剤ですね、はい、就業剤、これを適当に混ぜます。うん、混ぜます。これをお店で売ってるんですか。これはあのいろいろもう言ってありますけど、はい、あのピンキリありますけどね。はい、パン粉はもう普通のお店にも、ね、普通の釣り具屋さんにパン粉を置いてありますんで、はい、あとある程度こうパン粉とこの就業剤を大体混ぜておきますね。それが後、うん、後の方が混ぜやすいんで、はい、ある程度、まあ、これは匂いが非常にいいんですけどね。これ魚が好みそうな匂いがしますね。はい、いろいろ入ってますね。このなんか柿の殻みたいなのも入ってますね。キラキラ光ってね。うん、こういうので魚が、あ、なんかいい餌が来たと思うのでやってくれたんですね。はい、次にこのオキアミですね。オキアミ、はい、オキアミ、これがこれが 3.5 キロぐらいのやつですかね、比較。うん、オキアミ 3.5 キロだそうです。まず塊でも固まらせて売ってるんですね。で、これあとこのこれある程度棒でこう削っていきます。棒で削っていく、はい、まあ、まあ溶かしたやつの方がやりやすいんですけどね。まあこういうちょっと暑い日はですね、はい、ちょっと凍ったぐらいのやつの方が、あの長持ちしますね。そうですね、はあ、溶けていきますね。溶けていきますからですね。この道具はまた売ってるんですか。そうですね、これまあバッカンと言いますけど、はい、大体このこのバッグみたいなのがその餌をこう混ぜる。そうですね、餌をこう、ま、巻き用のバッカンっていうやつですけど、バッカン、はい、これ大体大きさはいろいろありますけど、大体このブロックで2角ぐらい入るような大きさのやつの方が、ブロックで2角、はい、まあ、大体1日大体2角ぐらい使いますよね。まあ、まあ、沖の磯に行くとまた使ったりする人もいますけど、まあ、それは、まあ、今日は堤防釣りということで、うん、2角だけ持ってきてる。そうですね、2角今日は持ってきてますけど、とりあえず 半分だけ先に作っておきます。うん、
全部さっきの材料入れるんですね。ね、料理みたいな感じです、ね。これがね、ちょっと一仕事ですけど。これエビが入っていますね、なんか。そうそうそう、これがオキアミですね。とか北極あたりの海でこうね、取っていたような餌じゃないかな。エビのちっちゃいやつ、ね。これで普通の魚が取れるんです。釣れるんですね。そうですね。何でも魚はもう好みますよね、このエビキャット。けどまだったら、はい、お水、適当な海水をですね、混ぜてあります。混ぜた後にお水を上から入れて、まるでハンバーグを作るかのような工程ですね。まあこれも柔らかさも、まあ、その日の天候によりますけど、はい、今日は割とあの日差しもありますから、ちょっとやわめに作っていこうかなと。ちょっと水分多めですけど、その日の天候によってこう水餃子も量を変えたりとかですね、硬さを変える、はい、ね、混ぜるのやっぱりその混ぜ方とか、その水分が少なかったりすると餌を食べないという。そうですね、あのこれ巻いた時に、はい、あのこれがある程度固まって投げないと、そのポイントにこう集中的に投げられないので、まあある程度団子ができる程度の柔らかさですね。団子にしてこう握った時に軽く団子になっている、柔らかすぎず硬すぎず、そういうことですね。やっぱお料理と一緒ですね。そうですね、魚もやっぱ美味しいものを食べたいですからね、工程が大事という、ある程度こう大体混ざりましたね。である程度もう混ざったらですね、これをあの先にちょっと、魚を入れておこうと思います。ある程度混ざったらこのままちょっと置いて、釣り道具か何か出てきましたよ。尺棒ですね、尺棒。これで餌をこう、はい、下にこう、ずいて、あと手前にね、手前にこう、餌を。これで巻いた時にこう、魚がいればもうすぐ来ますよね。で、潮の流れをこう、巻いた時にこう、巻きいいですか？左から右に行って、若干流れてますけど、海の流れ、潮の流れを見て、進んでいただきますけど、潮の流れもこう上と下の流れが違うことがあるんですね。こう見るともう左から右に上り潮ですね。こう餌取りを先に寄せておくと後が取りやすいですね。大きな魚ってこう小魚のこう周りにいたりするんです、だからある程度こう近くに小魚を、寄せて、そういうところにはあまり寄せつけないような、工夫も、まあ、準備 OK、は釣れればいいんですけどね。そうですね、先ほどの巻きが効いてると思います。楽しみですね。
はい、あこちらは釣り竿ですね、今回使われる。そうですね、じゃあまあ堤防で安全な、そうということで、まあ家族的にもあの簡単な仕掛けで作れるような仕掛けで作ってます。ああそうですか、はい、これは普通の釣り竿になるんですかね。そうですね、竿の長さがこちら 5.3m、 5.3m、 はい、あと竿の、まあ号数っていうのがあるんですけど、あの、はい、竿の大きさですね、はい、これは 1.255 ですね。 1.255、 はい、そうリールがこちら3000万使ってます。3000万に、2号の道糸を、ま、巻いてますね。はい、はい、こう仕掛けを上から順に行きますと、はい、まずあの今日まあ最初は浅棚からちょっと進めてみたいと思いますので、大体1キロ半ぐらいの棚を作ってます。はい、棚っていうのがこの浮き止めっていうのですね、この今ピンクの紐がありますけど、はい、ここで棚の深さをこう調整していきます。これを上げることによって棚が深くなる。でこれをもう下げると棚を浅くする。まあ、今日ちょっと餌取り人が多いと、まあ、水温がちょっと上がっているかなと思いますので、うん、ちょっとあの最初に浅棚の方を攻めたらいいと思いますね。はい、でまあ、浮き止めがあります。それでずっと行きますと、これが浮きですね。今日はちょっと餌取りが多いんで2段浮きを作ってます。2段浮きっていうのが、はい、2段浮き、はい、これがあの水面に浮かびますね。うん、これで、まあ、水面にここで止まるわけですね。うん、とこっちの下の方でこちらの、はい、誘導していきます。水面をずっと深くあの、うん、だんだん下に、だんだん下に、はい、あの、まあ、早くですね棚を沈めてやることができます。うん、じゃないとあの餌取りがあの餌入れた時に振ってしまいますからね。さっきもできるだけ早めに沈めてやるということで2段浮きをしようし、2段浮き、はい、この浮きの下にこちら浮き止めですね、ストッパーですね、ここで浮きが止まるわけですね。はい、これ止まります。これはあのスリーグ屋さんでもうこれセットで売ってるんですかね。まあ、あのパーツパーツでそれぞれ各売ってますね。はい、今日はもうこれも直結で、あのこれはあの実の浮きを使ってますけど、うん、こちら下の方針数ですね、針数をだいたい1広取ってます。1広というとあのだいたい1メーター50ぐらいですかね、腕をこう伸ばした時に、はい、これがだいたい1広っていう、あだいたい言いますけどね、両手を広げたところの、はい、針ですね、針がこちら6号を使ってます。6号の針ですね、外掛け結びで結んでます。うん、はい、こうあの餌とこう同調させるためにピンク系の針が、まあ、人の好みによりますけど、うん、ピンク系の針をよく私は使いますので、はい、うん、で、ちょっとやってみたいと思います。はい、はい、お願いします。さかなクンおいで。イワシもちっちゃい。うん、小魚がたくさん寄ってきてますが、皆さん。毛の方を、はい、こちらまず尻尾をねちょっと取ってあげます、うん、でお尻の方から刺しまして頭に向けてですね、で完全に針が隠れる状態、うん、
ちょっとこう頭を落としてやることで、うん、食べやすくなりますんで。ああ、魚がですね。はい、それで行きたいと思います。はい、頑張ってください。さあ、今日はどんな魚が釣れるのかが楽しみです。糸が向こうから自然と落ちるようにね。はい。なんかキラ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 光ってるのが黒ですね。わあ、すごい集まってきました。小魚ばっかりじゃなくて大きな魚が、たくさん集まってきました。おー、すごいですね。あ、来てます？来てる来てる。警戒してるんでしょうか。おー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 、来ました来ました。おーおー、これはうわ、黒。これもだからなかなか釣らないんですよね、警戒してね。すごいですね。釣り竿がビューッと曲がりましたから。これはもうやっぱグレっていう魚、グレルっていう言葉はこの語源から来てるんですよ、ね。うん、グレルっていう言葉ある。グレ、グレルからグレ。グレっていうんですよ。はい。関西の方でね。グレルっていう、それだけもうなんていうか馬力のいい。はい、非常にいい魚なんですね。はあ、もうこれに、もうこの九州には結構あちこちいますけど、はあ、これはもう大きい魚がものすごく来ましたね。楽しみで結構皆さん、一緒に行って釣る人多いんですね。あ、だから釣り針のなんか紙に、なんかグレーって書いてあったんですね。グレー専用の釣り針でしたね。まあ、これもメジナにも種類がいまして、はい、おなかっていうんですよ。これはおなかですね。の枝がちょっとこう 黒くなってる。おー、枝が、うん、はいはい、ちょっと尾が長いんですよね。尾が長い、うん、おなかって言ってグレ、グレの中でも、もう最強ですね。最強というのは2キロサイズくらいになると、もうとてももう一気に持ち着いて、はい、糸を切ったりですね。大きいのが来たら、このあれですね、この網で、この網ですくい上げるですね。そこで私の登場ですね。これが指ぐらいのやつは釣らんといかんだけど、まあ、今ちょっと突破ぐりが湧いてますけど、はい、その近辺にはちょっと、まあ、言い方のやつがちょっとちらほら指みたいなんで、そうですね、なんかこういう魚キラ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 してて、イワシかなんかの子ですけど、ね、餌を巻いたら一気に来ますね、湧いて。イワシでもいいんじゃないですか。イワシはよく噛みつかんですよ、これ。これだけで、ね、島の裏っていうのは魚影が濃いですから、まあ、こうまあ楽しみにするやったら、こういった釣りっていうのはいいですね。朝早くからやっぱり来た方がいいんですか。そうですね、まあ土日になると人が多いですから、まあ、でもね、割と片道高速線で450円とかですから、あ、450円で、まあ、高速線から近いところでも結構取れますから、もう片道で来るね、楽しめるいいですね、のどかで、ああ、景色を見ながら、まあ、でもこうね、釣り場が島の裏はそこに綺麗ですから、そこは絶対、ないな。
出てくださいということですね。はい、寄ってきました、寄ってきました。おおお、おお、その黒ですね。うん、まあ黒ですね。これも結構湧いてますよね。大体手のひらすごいです、ね、サイズぐらいです。うん、何匹目ですかね。結構こう湧いてますから、もう入れ食いに近い状態ですよ。ここよく釣れますね。まあこの小さいのはね、今の時期結構多いですから、はい、この中に大きいのがね混ざってるんですけどね。この中に、あ、群れがあって、そのそうですね、この中に この中に大きなやつがちらほら混ざってるんですけど、なかなかこう小さいの方が動きがいいですからね。餌は先に食っちゃいますよね。あ、そうやって外すのも、そうですね、こう顔でやらんと怪我しちゃいますから。簡単に上顎にかかって、こういう上顎にかかる状態が、これはちょっと大きいですね。ちょっと肩が上がってきましたね。肩がだんだん上がってきましたよ。わあ。まだまだだ。それで8匹目。8匹目ですね。高速船です。早いですね。片道450円だそうですよ。船がね、たくさん島の裏のね、堤防沿いにはすごい入ってきますね。お、このまた釣れましたか。おー、はい、また釣れました。これで10匹目ですね。あ、これは可愛いですね。はい、いただきます。お、お、何か釣れたんですかね。おお、何でしょうか。うわ、楽しみ。え、これはこれはこれなんという、おお、何ですか。本当の名前は何ですか。メジナですね。メジナ、別名をコッパグロ。グロって言いますよね、九州はですね、大体。すごい。もう初めて3分ぐらいで釣れちゃいましたね。結構湧いてますからね。はい、早かったですね。釣りを、取り方を初心者の方に。これは結構釣れますから、まあ、楽しいと思いますよ。結構効きますからね、この黒ってやつはね。で、タオルを用意して。そうですね、タオルが、タオルとでこう包んでやった方が、ちょっとあの背中に、あの、トゲがあったりしますけど。これ中の煮付けなんかいいですよね。これ開きでも、ね、大きいのはもう開きで1キロ超えに、もう4、
2キロとかね結構いますから、はい、まあ、ここにはそんな大きいのはいないかもしれないけどですね、まあ、こういうのでも楽しめれば、うん、やっぱりね島の裏は海が綺麗だからお魚も美味しいですよね。そうですね、もう本当味は最高ですね、こっちの魚、ね、綺麗な色ですね。ああ、ちょっと逃がしてあげたいと思いますけど、そうですね、浮きがじわっと沈みますので、もうちょっと糸を出していいですよ。ちょっと糸が、いや、そのガイドを開いて、うん、それで糸を、うん、ちょっと糸を出しちゃってください。はい、それでまた戻してもらって、はい、そうです。ちょっと少したるませ加減の方がいいですね。そうです。まあ沈んで1,2,3ぐらいのタイミングで、ほら、しみちゃん、いや、巻いてください。頑張ってください。タモいりますか？あ、いいです。頑張って。おー、釣れました。あんまり巻きすぎるといかないですよ。それ以上巻いたらいかんよ。やりましたね。やりました。メジナ君です。大きくないですか？まあ、今までのやつよりか。あ、はい、OK です。やりました。お、顔の大きさぐらいありますね。顔の大きさぐらいありました。やりました。はい、おめでとうございます。はい、はい、今度はなんか魚を、なんか狙うって言われてるんですけれど、先の黒よりも。コッパーばっかり湧いてますんでね、はい、ちょっとそこもにしてみようかなと思います。ちょっと棚をですね、先ほどは大体、1キロ半ぐらいで調整してたんですけど、はい、今度は竿2本ぐらい、竿2本ぐらいで合わせてみたいと思います。あそこ気をつけてください。どのような、この浮き止めをですね、ずっとずらしてやって、もう長さがかなり深くなりました。仕掛けは全く変わらないんですけどね。この辺りは、はい、目指すと、タイとか釣れたりしますからね。はい。おー、タイ。タイはもう、棚っていうのが大体深さということですね。そうです。水面からの、深さはですね、はい。棚の深さが、棚の位置で、深さで変わる。大体約10メーターぐらい下に落としてみたいと思います。まあ、何が釣れるか。お楽しみにということで。まあ、手は効いてますのでね。さあ。今潮の流れが変わりまして、今。はい。左側になりましたね。
あ、見つかる、左の方に流れる。浅で魚がね、いるところ、生息しているところの位置が変わるんですね。今回深め、ここ水深がだいたい20メーターぐらいありますね、ここは。これか、メジナは上物だから結構上に浮いてくるんですよね。あ、はい、うん、来ました。おお、これはもうメジナですね。これメジナが下に落ちる前に来ました。深く行くまでにメジナ君が、メジナ君が先に食っちゃいましたね。はい、11匹目ですか。ですね。おお、結構今度はすごく大きいですね。うん、これちょっと 足の裏ぐらいになってきましたね。お、足の裏サイズぐらいの大きさですね。うん、おー、どんどんと大きくなってきました。下には結構大きいのがおるってことですね。あ、下の方が、メジナ大きいのが釣れますね。下に待ってたんですね、餌はね。おー、下に泳いでたんですね。上に小さいのがいっぱいいましたから。あ、じゃあそのような釣りのですね。これはもう足の裏サイズ以上ありますね、これ。大きさをちょっと何かこう、これ800ぐらいじゃないですか。うん、感じ的に800ぐらいの大きさですよ。足の裏サイズっていうやつですね。はい、どんどん大きいの来てくださいね。はい、はい、お、何ですか今度は。次にタモを使って釣りました。黒ですか。大きいですね。足の裏の大きさです。すごいすごい。うん、これはタモという網になるんですね。タモ網ですね。これやっぱ用意しといた方がいいですね。もうまだでかいのいますからね。うわー、これは先の棚の長さを深めに、深く棚を入れたんですけど、下にもいますね。下にいますね。2匹目ですもんね。これで全体的に12匹目です。大きいです。これは足の裏ぐらいですね。だいたい足の大きさぐらいの。これはお刺身とかこの大きさだったら、このぐらいですね。刺身も取れるかなっていうサイズでしょうかね。やりましたね。お、来ました。来た。おお、大きいですね。これさっきと同じぐらいの大きさじゃないですか。そうですね。おお、大きい。おお、すごいですね。やっぱ網がないとちょっと重たかったでしょ。重たいですね、やっぱり。今日が小さいからですね。1.25 だから。1.25。うん。これは餌もちょっと変えたんですよね。書いてないんですか。そこも狙いでタイを釣ろうと思ったけど、やっぱりタイを釣ろうと思ったけど、タイヤだと思ったけど、これも大きいのが釣れましたよ。これはもう足の裏サイズで、800ぐらいかな。先ほどと同じぐらいですけどね。大きいですよ。これが20、何かこう30ですね。30センチですね。30センチぐらい。何か大きさをこう、パンパンしてますね。白子が入ってるかな。白子が入ってるんですか。はい、パンパンしてます。これはあれですね。後で
お刺身にして召し上がり、ね、刺身用にはできますね、これやったら。はい、私がいただきます。どうぞ、お刺身楽しみ、楽しみです。14匹目、14匹ですね、今ね。お、今回も来ましたね。何ですか、これ。これも目ですね。はい、重いんじゃないですか、網。じゃあ釣れました、十何匹、すごいですね、大量ですね、今日は。最初が、楽しいですね。はい、これもまあまあ、もも大きいですね。足の裏、釣りました。普通のメジナと先ほどのメジナとも違います、ね、お腹ですね。枝が黒くて、枝が黒いですね、顔がちょっととんがってるんですよね、色もちょっと顔がとがってますね、茶色っぽい色してるんです、これは沖縄もすごい引きますね。さすが島の裏です、島の裏、いいところです。おー、来ました、来ました。釣り竿が曲がってますね、しなってます。これも黒だけど結構先ぐらいありますよ。大きいことないですか。サーモンを用意して真ん中に入れました。小さいですね。サーモンを入れることもない。だけども糸が切れかけたいね。糸が切れるよりかはね、こうやってサーモンを使った方がいいということです。はい、皆さん、本日の収穫です。じゃじゃじゃーん。はーい、朝9時からお昼の12時ぐらいまでですね、なんと20匹、前後のお魚、黒が釣れました、大きい黒、すごいですね。それではこれからですね、福谷さんにこの黒を料理していただきたいと思います。わー、楽しみです。おー、大きさがですね、すごいですね。あちらにタバコがあります。それと合わせてみてください。はい、それでは今から福谷翔司さんに、はい、先ほど釣っていただきました、もう釣りしですね、もう見事20匹以上釣りましたけど、福谷さん、今日今からどんな料理食べさせていただけるんでしょうか。そうですね、メジナやっぱり刺身が一番うまいですね。はい、刺身ですね。刺身とかマグネとかね、そういったの美味しいですね。あ、そうですか。アラはですね、はい、味噌汁にすると最高の出汁が出ますので、これは後で言うと調理方法をしますので。あ、そうですね。どうも、黒のアラですね。そしてあとお刺身。刺身を、皮付きのやつも美味しいし、普通の刺身もうまいですから、それぞれちょっと食べていただきますね。楽しみですね。島の裏で取れました黒お刺身、それではお願いします。まず基本的に、鱗ですね、取っていきます。下処理が大変ですけど、これは鱗を取っている作業ですね。きれいに取らんと、すごいですね。きれいに取っております。きれいに裏を持ってますね。またきれいに取れますね。そうですね、きれいに今いいのがありますから。これはもうスーパーか中で、そうですね、普通の売ってますね。ずいぶん手が慣れてますね。
左ギチョですけどね。おー、本当だ。左手ですね。やりにくそうですけどね。うん、でしょ。うん。大体包丁なんかも全部右に、用に作ってやるからやりにくいんですけどね。うん、まあ、両刃の包丁だから、いつも使ってますけど。まず、まあ、下処理をですね、していきます。釣り歴は長いですか？もう生まれた頃、物心ついた頃からやってますから。そうですね。小さい頃、じゃあお父さんが魚釣りが好きだったとかですか？そうですね。親父の後をついてよく行ってましたよね。やっぱり延岡の海をいろんなところ。そうですね。延岡、あちこち行きましたね。県北は結構。部位が濃いですね。魚美味しいですわ。こんなに大きな魚はですね、なかなかこう普通の岸壁っていうんですかね、漁港の中ではこんなに大きな魚取れないですよね。そうですね。島の裏は特に外海に囲まれてるからですね。結構大きなやつがいますよね。普通のというか。かなり取れますね。そうですね。この船がいっぱい出るから、あとの処理が大変ですけど、美味しいものをいただくと思って。綺麗に取れますね、その船取りの。綺麗に人肌向けて美味しくなりますね。このウロコとウロコを全部取っていただきます。はい、はい。先ほどの魚をですね、頭を落としまして、それから内臓も全部出しました。で、中の方をきれいに洗いましてですね、今きれいな状態です。これから彼らを3枚にですね、下ろしていきたいと思います。まずこの背の際をですね、スススススッと両サイド切れ目を入れてあげますね。あとはこの骨に沿ってですね、いきます。骨に沿って下向きにこうですね、包丁ですね。そうですね。包丁は命ですね。これも包丁持ってこられたんですね、島の裏の。そうですね。これは市場で魚屋さんが使うやつを買いましたね。結構切れますね、やっぱ。魚屋さんの使うやつは マイ包丁ですね。手もよく切りますけどね。まあ料理人じゃないけど、さばき方が、こうやって三枚に回しますね。これが三枚の下ろし方です。はい、はい、はい、ただいま皮を剥ぐところですね。鱗を取って三枚に下ろしました。そして次の工程が皮を剥いでいます。お刺身と、そして皮付きのお刺身ができるということですね。皮と身を変えたら、なんかもう滑りが悪いですよね。包丁にちょっとこの下を引っ張ってくれるんですね、皮の方。この方を引っ張っていくと、それでは、刺身にしていきたいと思います。まずこう腹骨を取りますね。そしてこの中骨があるんですよね、この魚。
をついでに。中骨も味噌汁のから、うん、いいで使いますけど、ね、お刺身なかなか黒のお刺身食べられないですね。うまいですよね。さっき次に揚げたばかりのね、新ですからもうポリポリとして、ね、身が引き締まってますよね。あ、楽しみです。はい、皆さん、じゃーん、なんと先ほど、二人さんがお刺身を、ね、作っていただきました。もう新鮮なお刺身ですね。こちらがそのままのお刺身で、そしてこちらが皮付きの黒のお刺身です、それでは早速いただいてみます。楽しみです。まずワインですね。いただきます。今日は20匹以上釣れましたので、このワインがとても美味しいです。私も大きなの釣り上げましたよ。美味しいです。もう今日は魚釣り、初体験ではないですが、あんなに大きな、大きなお魚取ったのは釣れたのは初めてなんで、もう本当に今日は祝杯になります。ありがとうございます。では早速いただいてみたいと思います。先ほど福谷さん、すごくさばき方がですね、上手でしたね。ではこちらのお刺身からいただきます。何も、そのままのお刺身をいただきます。あ、新鮮なお刺身ですね。いきます。コリコリコリ、甘い、すごく甘いですね。美味しいです。やっぱり、芝の上の黒は違いますね。もうギュッとですね、お刺身が新鮮で、もう本当にコリコリしてます。大根といただきますね。甘くてすごく美味しい。黒もすっごくですね、コリコリして新鮮で甘いです。これはもう本当にこの白ワインが合いますね。嬉しい。こちらの焼き、焼いた黒ですね、表面を焼いております。これはちょっと私初体験ですね。初めて食べますけど、どんなお味なんでしょう。
ってもですね、表面はパリッとして、あの肉厚ですかね、お刺身の肉厚が。で、甘いんです。これはあの歯ごたえが、ね、三色好きな方はですね、たまらないと思います。ね、皮好きのあなた、たまらない。食べてみてくださいね。おいしい。やっぱりね、これとこの普通のお刺身と皮付きでは同じくらいなんですけどですね、食感も違いますしね、こっちの方がちょっと香ばしい感じですね。もう肉厚や甘くてですね、スーッと口の中に入っていきます。おいしい。今日はですね、2種類、ね、食べさせていただいたんですけど、もう私もですね、釣りが初体験ではないんですが、もう大きなですね、魚を、ね、釣れるということがですね、私の中では、まあ、少し自信になりました。今回の釣りレポで、もう本当、福谷さんのおかげでいろんなところでもう、ね、釣りしていきながらですね、もう大きな魚を今度また釣ってみたいと思います、ね、今回は、美味しいお料理をですね、島の裏で堪能しました。次回また楽しみに見てくださいね。それではまた、さようなら。